どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望大使シーズン4、大神義明編、続きをやっていきましょう。で、前回言っていた通り、まあ改めて我々上杉に対して宣戦を布告。で、もう集結は済んでおります。兵力は5万、言うて越後とかあとはこの辺取るぐらいなんで、まあ城で言ったら 1,2,3,4,5,6 6個取ればいいわけです。まあなんだかんだ言って春日山をまあ強行軍で取ったおかげで分断できたわけで、でこっちには志村明康さんにおとり部隊となってもらって飯山城に向かっています。ここで、まあ、ちょっと返してもらおうかなと思って進軍してはいるんですが、それでうまく快活をおびき出すことができればいいんだが、部隊どうかな。8部隊か、影勝と、お、あとはおせんさんか。あ、で、その旦那さんの直江兼継もいる。あとはやっぱり決断書どうしても出したいんだ。あとは神保長成、志田さんとか柴田さん、あとは越後の正気、こういった面々がおりますが、兵力は中途半端な数で、北条さんからね、ちょっと一部隊だけ援軍をお借りしました。かなり忙しい状況だとは思うんですけどもね。伊達の方は二本松落としてもうやめたかな、ちょっともういいやみたいな気分になったのか。まあそんな中でやってはいきますが、兵力的にはこっち11万、11万でもこの辺は生産拠点に変えているんで、まあそれでも前線にいるので大体最前線ぐらいで11万か。上杉は7万5千いるんですけどね。北条さんもう37万だからな減退してはいれど、今回の枠的には北条さん行くとどえらい枠になるから、北条さんは今回は放置かな。まあそれ以外で言ったら伊達とは決着はつけないといけないし、武田ぐらい取ってもいいんですけれどもね。まあ現存この勢力図のままならばの話ですけれどもね。徳川はいいや。やろうとしたらこの辺まで行かないといけなくて。で、羽柴とは、婚姻同盟結びました。それで、武将で言いますと、性別。性別見れないかな。士官歴で見ますと、まあこの前元服しました津軽信武、津軽為信の嫡男で、羽柴月ちゃんか、彼女が最上義明の嫁さんとなりました。あー、うまく遺伝子受け継いでるね、お調子者。あとは伊達天に民衆統制、ステータスはまあバランスはいいか。まあ70オーバーが多いのはいいことだ。でも現在中12歳か。義明お前何歳だったっけ。おお、44か。流行り気がパワーアップしているな。一体どうなるんだろうか。まあやっていきましょう。影勝どうするかな。まあ移動するわな。取り囲めで、影勝は総務課に行くんで土地を改めて取らせてもらいましょう。続け。で、包囲に入りまして、行くぞ。明康は交代。進め。さあ、ならば影勝、こっちに向かってくるがよいわ。向かってこないの。明康さん早く逃げよう。あー、取りつかれた。指揮は取らない。アキアス、クソ、逃げ切ることはできなんだか。長谷堂では勝ったんですけどもね。樋口兼豊さんには春日山城をお任せしております。大丈夫、忠誠は青ですからね。で、最上義明の中にはまああの男もいまして、でさらには戸沢森康も加えております。そろそろね、そろそろ危ないと思う。まあ危ないといえば、今まあ蝦夷で隠居しているあの秋織のじっちゃんも108歳ですからね。で、出たいってまあこの辺の城落としたらまあ入れてやってもいいんだがな。影勝向かってくるのかな。撤退戦の中ではあったが、3000ぐらいはダメージを与えてはいるんですよね。
一部隊だけでね。使いの者が来たよ。ああダメ。はい、土地を取りました。赤子の手をひねるようなもの、どうやらそのようだ。マスターに向かうんだ。じゃあこっちは坂戸城に向かいますよ。絶対ルートを変えるでしょう。あら、変えないな。向かってくるが間に合いそうな気がするな。戦場上限大丈夫？1万ね。相手の方が間に合ってしまうか。いざ参ろう。ならばこっちはこう行きましょうか。出陣するぞ。おやおや、武田さん、宣戦布告ですか。まあ減退相手だが、拠点数9対45、さらには兵力差は約30万。まあ北条に味方するよ。あー、ダメかな。北条氏政を実はね、呼んでいたんですけども、やっぱり帰るって言われたな。あー、笠原さん引っ張ってくるんですか。あー、森安病か。いろいろピンチな状況だな。その中での表情。そろそろ欲しいのは、軍事はね、もうここまで溜まっているんで、それ以外だが、お、信近、いいね。あとは、まあ、この辺かな。表情を終えよう。で、いろいろ取れるが、騎馬攻撃力。お、舞台防御力。あとはどれを取ろうか。農業系で言ったら西洋医学。お、陶器に使いたい。沖田さんとか波岡さん、和賀さんあまり入れたくないな。そんなに強くもないのか。ま、一応全員加えましょう。さて、一部隊減ったんで、ちょっと春日山から樋口さんをお借りして9部隊で、まあ、飯山の方に向かっており、で相馬さんにおとり部隊となってもらって坂戸城を攻めようと思います。とか言って結構いろいろやっていたのに、まだ笠原さんつかないっていうね。行こうか。さあ影勝動くかな。動いてくれないとちょっと困るんだがな。いや、多分勝てるとは思うんですけどもね。だが確実に攻めなければならない。まだか、まだ時間はかかるようだ。お、伊達と北条が輪を結んだ。まだ結んでいなかったんだ。行くぞ。出陣するぞ。よしよし。で、この状態でもうちょい引きつけて騎乗。戻ろうぞ。ちょっと焦ったかな、相馬さんよ。で、飯山に張り付いて、さあ早く来い。一回迎撃したいんだ。とか言っているうちに、もう天正18年春になりまして、戸沢森安亡くなりました。間に合わなかった様子。報告いたします。いや、一回ぐらいあとね、使いたかったんですけれどもね。残念残念。ひとまずは、再開よ。道盛りの方は健在なんですけれどもね。さあ早く来い。多分戦場は狭いね。上限どれぐらいだったかな。4000とか確かあの辺だったような気はするんだがな。あ、でも1万8000か。そうだな、先の戦では送りを取ったが、志村さんのことですよね。それでもまあまあ兵力は相手1万5000あるからな。で、こっちには、まあこういった面々に加えて、戸沢森安が亡くなって大将になったのは小笠原信清。しかも S 君が、まあその中でもいろいろ因縁のある矢頭さん、あとは蹴まない正嗣を加えております。我が力見せてやろう。お任せくだされ。
信清は特に作戦とかないのかな。じゃあおとり挑発、おとり挑発でおとりたいならばやはり三郎だな。井口さんじゃあ後ろにつけましょう。信清を前に出すのもな。まあこう変えようか。よしこれでいきましょう。天気は雨、あとは相手がどういった陣形で来るか、一旦はちょっと様子を見たいところではあるのだが、まあもう動いてしまおうか。この策で長島さん早掛けだからな。この策で出し抜いてくれよ。始めるぞ。じゃあこれでいきましょう。我に続け。影勝の首ね、取れるかな。でも三郎くん前に出しているならば影勝来るでしょう。策のある者がいるようです。今回はさすがに突撃ではないのかな。さあ兵の補充をしていますよ。この感じならばもう突っ込んでは来ないか。同じ鉄は踏まないと。敵の居所掴みました。それでも影勝だよな。向かってくるね。あちょっとタイミングが早いかな。あと1段ぐらい引きつけておけば良いもの。策のあるものがいるようです。じゃあ他の部隊も前進。下地を始めるぞ。ご命令。始めるぞ下地を。さあ行こうぜ。いざ進まん。ご命令。で影勝が来るんでちょっと釣りますか。ご命令ください。始めるぞ。いざ参ろう。いざ進まん。他の部隊がどう動いてくるかだが、とはいえ影勝は三郎に向かっていく。これが釣りのぶせとも知らずにな。ただ中央あなただけなんですか。もうそこボコるんだがな。始めるぞ。でも雨は止まないな。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。この策で出し抜いてくれよ。いざ進まん。逆にそれはこっちが出し抜かれることになりますよ。始めるぞ。126-128、兵力は1600。敵の居所で三郎に突っ込んでいくであろう。お、ケマナイ頑張るね。下がろうとするのかな。始めるぞ。いざ参ろう。そうはさせませんよ。いざ進まん。ゲチよ。あと1ターンでおとり挑発ならばちょっと影勝にひっついておこう。お願いします。ご命令を。こっちもまだまだ動くつもりはないが、おっ、馬殺具どうした。突撃ね。この策で出し抜いてくれよ。え、足止めを使うか。それは自身への足止めになるんだぞ。敵の居所我が術中にはまったな影勝よ。士気は高いであろうが、だがおとり挑発よ。他の部隊は総大将の救援に向かうかな。ならば鉄砲。いや、あの鉄砲です、鉄砲ですよ。右方向からの鉄砲射撃よ。太鼓持ち危ないな。防御下げるとこれの下さんあたりが怖い。ご覧ください。さあ三方からの鉄砲。我が策ご覧ください。その場で撃つから強撃判定にはならないかな。勝てるはずだぜ。じっちゃんもう早掛けいいのかな。諦めたのかな。この策で敵を欺く。お、発砲のゲチよ。撃て。おう、なかなかクールだな。我が策にございます。よし、シギはならば兼継ぐ。撃て。兼継ぐは鉄砲か。時には大胆に攻め込まねばな。敵を制すは我が軍力よ。さ
さあ撃たれまくっている、撃たれまくっていると開花数どんどん士気が下がっていく。今から石田さんが救援に駆けつけようとする。我が策ご覧ください。我が策ご覧ください。この策で鉄砲よりかはもう接近。我が策これで強撃に入るかな。で樋口さんで鉄砲の援護。この武器をちょっと危なくないかな。2部隊石田さんとか救援と見せかけて多分のぶきをやってきそうな気がする。これが我が策にございます。ならば金継ごう魚でよ。側面から突撃。我が策ご覧くださる。こっちはこらえろよ。この策で勝てるはずだぜ。この策で出し抜いてくれよ。時には大胆に攻め込まねばな。うまくおとり挑発が効いていますからな。しかも逃げ場はない状況。よし強撃に入った。志田さん、志田さん、あの逃げるのかな。陣かな。我が策ご覧ください。その中でサブローは鉄砲を撃ちまく。この策で出し抜いてくれ。我が策ご覧ください。じゃあもう太鼓持ち使っちゃう。あ、樋口さんね。逃しはせぬ。まあこの辺の部隊も巻き込むわけで、信清も多分影響を受けているんだろうな。鉄砲発動しても防御力66だもんな。これが我が策にございます。我が策ご覧ください。摩擦はずっと鉄砲で、卑劣なも鉄砲。一部隊まだ見えていなくて、トシナガも、トシナガもね、乗っかっちゃうか。じゃあ乗っかっちゃいましょう。逃しはせぬ。掴んだ勝機、逃しはせぬ。時には大胆に攻め込まねばな。この1ターンで決着がつかずとも、またおとりが発動する。総大将回想立て直しさせるものか。やりたい。おやおや、こちらの勝利か。負けるわけにはいかぬ身でな。まあ志村さんの敗北でちょっと戦意はくじけてはいたが、まあいろいろあってこっちが上になりました。よしよし、なかなかいい戦よ。あ、本間さん入るんだ。本間さん入ったところでね、別に佐渡取ってもあげないよ。あ、そんなところ攻めていたんだ。おお、宇治政やられるか。そうなるならばもうこっちに残っていればいいもの。でも笠原が木曽福島に向かってて、勝頼はかかとに向かっていく。勝ち時を上げよう。行くぞ。じゃあこっちはもう順々に行きますか。前進せよ。技量外だが、まあ士気はそれでもこっちはだいぶ高かったな。おやおや、洪水。しかもそっちか。お、平穏無事。民も義明様に感謝しております。まあでも戦が長引くとね、プンプンするからね。報告いたします。これより表情を始める。いや、不安とか抱いていない。感謝されていますからね。領外の証券収入上昇。あ、いいね、地領外防御力上昇。いい、あとは農業系のポイントが欲しいかな。いい、これでまんべんなく。お、本間はどうした。お、さすが鉱山。いいね、鉄砲が獲得。そう、鉄砲欲しいですからね。じゃあ続きをやっていきますか。集結間に合うかな。それこっちが先に松田に取り付きますよ。ゆっくり行くが、よーし、間に合った。で、小畑さんと勝頼。勝頼が勝つ。取り返されているぞ。
で影勝がまた向かってきた。じゃあ今回はいいや。ダメージ4000ね。指揮を取っていたら3000ぐらいまでは抑えられるのかな。兵力1万か。報告いたします。結構揃えてきますな。お、徳川家康、信濃って言っても、あ、多分ギリ入っているこの辺ですよね。取るつもりならば多分交渉とか遠すぎるんですよね。助光本当に来る？信濃を狙っているってことは、まあ外交するにもやっぱり遠いからな。ただこういう状況を狙ってくるのが多分この男でしょうね。ちょっとそっちも怪しいな。まあ我々はこっちを攻めましょう。もう連戦連敗だな。この城もらい受けるぞ。こっちは順調っちゃ順調だが、我に続け。兵力1万ね。まあ早くそこは取り付けれるかな。で沼田と馬屋橋までは行けるんだ。よいしょ。応援するぞ。速攻だな。まあそれならば指揮は取ってやりましょうか。せっかく出てきたんだ、相手にしてやろう。上限は1万ね。ちょっと前まで、志村さん負けてちょっといろいろ言っていたんだがな。お任せください。じゃあ行きますか。相手は8部隊、まあ、見ていたら武将8人だったから1人しか編成できていない状況か。見ると相手はおとり挑発っぽいな。挑発役柴田さんか。こっちに下れば良いものを。強さ的にはさっきと変わらずか。いざ参ろう。じゃあ本陣も前進。ご命令を。信清をそういう声なんだ。始めよ。なんかこうおじいちゃんっていう感じの声だな。逆に正嗣は顔に似合わず渋いな。出し抜いてくれよ。行くぞ。さてどうかな。おとり挑発ですからね、お互い同じ。挑発に引っかかれば信清とか義明も引っかかってはしまうのだが、あ、それもよかろう。そうなった場合は他の部隊でカバーしましょう。あのおとり挑発ですよね。あのこっちに向かっていくんだ。もう三郎君に興味はないと。お覚悟願います。さあ行こうぜ。しかも秀綱やあとは義重といった方に向かってくるか。覚悟しろ。いざ参ろう。じゃあ大将もそっちに向けよう。いざ進まん。お覚悟願います。そうだ鍵勝、お覚悟願います。敵の居所は残念、おとり挑発には全然かからないね。策のある者がいるようです。鉄砲は撃てるんだが撃たないな。まだ引きつけるということか。いざ進まん。覚悟しろ。右翼どうしようか。一応陣の周りには置いてはいるんだが。あ、来た来た。大石さんと神保さん、もう挑発隊がそれぞれで戦ってもらうか。こっちは神保さんで鉄砲。お、もう突撃を使えるか。逃がしたくはないんだがな。589か。やったが改革を引いていく。いいですね、こっちの指揮は旺盛ですよ。撃て。
撃て。その中で矢頭さんは別に牙突撃するわけじゃないんだ。この策で敵を欺か。足止めね。あと1ターンでおとり挑発か。こっちは離れたいんだがな。おとり挑発かかってしまうか。義明抜け出したいところなんだがな。打って出てきた割には、まあ消極的かな。相手は危なくなったらすぐに引いていく。ああ、だいぶ巻き込んだな。まあいいよそこは4部隊で柴田さんを心秀綱は耐えてくれよ。この策で敵を欺かう。我らが力示すは今だ。いざ進まん。矢頭さんはこの411の神保さん。これが我が策にございます。魚手で防御力低下34。敵の居所で柴田さんがボコられていく。覚悟なき者、負けはせぬ。もうおとり挑発プラスをしながら、もう挑発をものともしない。兵力はあと310ですよ。さらに影勝たちは交代。おとりに引っかかっているんで、この辺はどうしようもないし、鉄砲撃たせといて、こっちは公務官を。おお、守りを捨てる。相手3部隊いるんですよ。これが我が策にございます。今は一戦。この策で太鼓持ちは危ないな。あ、でも強撃起きている。あ、でも柴田さんダメージそこまで多くはないな。30ぐらい食らうかなとは思っていたんだが。で、いろいろ提案できるが、できればこっちは1ターンで多分逃げ切れない。逃げ切れないならばもう柴田隊を倒してしまおう。我が策ご覧ください。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。いざ参ろう。始めるぞ。よし、やきも戦線離脱はできないか。で、こっちは改革が向かってくるが、もう士気はだいぶ低い。相手の兵力は残り2600。届く。川の中からあなた撃っているんですよ。我が策ご覧ください。手間内さんも兵力ちょっと心配だからな。出し抜いてくれよ。太鼓持ちで、これが鉄砲よりかはこっち、大石の部隊を攻撃。よし、回想させて、で撤退。やりたい前へ。で、こちらの勝利か。改革は最後に義明に向かおうとしていたのかな。だが残念よ。おやおや、誰も捕らえることはできない。耐久3000なら強行でもいいが、ま、ここまで来ているならば良いか。で、夏。あら、ケマガイ秀典。ご命令を。あと城は3つか。で、武田北条は引いていった。いや、ちょっと考えしていたんですけどね、山形城の治水が一番低かったんですよね。北舘さん北舘関とか作っていないのかな。で、坂戸城が陥落。あと2つ。赤子の手をひねるようなものよ。すまねえな。あとは天井の沼田城。我に続け。明勝さん、そっちに行くんだ。まだ抵抗しようとするか。もう越中あたりに引けばいいんですけどもね。でも橋化けはこっちを攻めようとはしないですよね。通商関係は結んだまんまか。報告いたします。で、表情かな。皆の考え聞かせてみよう。
パッとしない面々だな。切り替え。皆の考え聞かせてみ。お、影の部が光った。光って、それか。農業、商業が欲しいな。一旦スキルはいいとして、軍事はもういいかな。まあ、まんべんなく生きて光っているから取ってあげよう。気に入ったぞ。こんなものかな。で、今のところ取れるものはない。連戦したくもハテナが出ているからな。スキル墓地はもう3人以上いるんですけれどもね。あとは精鋭騎馬、包囲攻撃力。でもこの辺を取らない限りは先に行けないからな。じゃあここは取っておきますか。見ると繋がってはいないんだ。スキルが足らないか。でさらには進出もできる。商業は2回できますからね。配属の方も坂戸城ね。今武将がいるのは山形。いろんな武将がいますね。じゃあそうだな、なんとなく葛西春信に大崎義孝あとは誰を言おうか。じゃあ月ちゃん。はい。嫌なのかな、あの二人の相手っていうのかな、副将になるのは。上杉から交渉。だいぶ減ったな。6万、最初6万ね、6万くらいで、次3万ちょいでもう兵糧戦火、余裕はないと見た。取りかごめ。またでも耐久4000ね。馬屋橋も4000。ただこの辺七尾とか兵力ものすごいことになっているのに攻めようとはしないか。春日山から樋口さんがちょっと兵を借りて出ているっていうのもね。勝ちの火を上げよう。行くぞ。じゃああとは馬屋橋、もう民は怒っているからな。武将9人ね。報告いたします。沼田城ならば助光さんあたりにあげてもいいんだがな。勝ったぞ。よし、馬屋橋陥落。お、志田さんは入らないか。すまねえな。よしよしで交渉で講和。さすがにこっから攻め込もうとは思わないからな。で、騎乗。戻るぞ。米は10万だから現在の兵力いったら 2,3 ヶ月ぐらいしか維持できないですもんね。で、秋になりました。どうかな、凶作ではなければいいんだが。報告いたします。ご命令を。米は30万ね。ほう、勝頼ね。いや、来るならばいいですよ。もちろん相手にしますが。でも今は上杉に宣戦布告を、まあ、講和を結んで、で、講和が終わった後かな、期間が終わった後に宣戦布告をしたら、武田が協力するんですよね。となると、なかなか手ごわい相手にはなるか。できれば最後にここを残しているのは最後にここを取りたいんですよね。まあそこは次に考えますか。まあ伊達を攻めてもいいですし、上杉にとどめを刺したところで勝頼くんが、まあ、どう動くか。北条と戦っている時ね、まだ山形さんとかいたんですよね。ああ、この辺もいるのね。あとは織田信孝とか。おー、内藤さんもいる。で、織田家が高藤を攻めてアーダコーダーっていうイベントもないんで、西名くんも生きている。
他の武田四名神とか、おお真田、あいたいた山形正影、勝頼は岐阜にいるんだ。なるほど。しかも兵力結構揃えたな。え、じゃあ全体の兵力で言うと、まあこっちは12万って言っても、まあちょっと前に言った通りここは使っていないんで、まあそれでも兵力は少ないってわけではないからな。お、こっちは6万ね。伊達5万、こっちは変わらず39万、武田8万、まあ、約9万で、いやでも徳川ももう30万いるんだ。で、羽柴が思ったよりは兵力少ないな。この辺もそんなには変わらないか。なぜか徳山取っているよね。長宗我部さん、西はそんな大きな動きはないな。で、最上義明は武勇はついに100になりました。あ、やっぱり統率じゃ負けちゃうか。一応ね、あの秋織さん土地に持ってきました。現在109歳。何歳まで生きるんだろう。結構成長しましたよね。ま、こうなりましたが、じゃあ次はどこを攻めるか。ま、そこは考えていきましょう。というわけで、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。じゃあ最後に、春日山城。